バプテストの継承性とは、バプテストの永続、または血まみれの道としても知られている、バプテスト教会の起源と連続性に関する様々な理論のうちの一つである。それは、今日のバプテスト教会とほぼ同じ信仰を保ったまま、キリストのいた頃の時代より、歴史上における継承教会の途切れることのない連鎖に関する理論である。モンタノス派、パウロ学派、 カタリ派、ワルドー派、アルビ派、そしてアナバプテスト派などのような古来の幼児洗礼に反対したグループ、それらはバプテストの後継者らによって現代のバプテスト教会の先駆者としてお互いの間で見なされてきた。これらの歴史観は殉教者の観のような著書の中に記録として残されている。この見識はかつてより大抵はバプテストの間で 保持されてきた。しかし、19世紀の終盤以来になると、その理論は、ますます非難と今日までに至る、大いなる疑念の影響を受けるようになった。そして20世紀後半に入り、アメリカの南部バプティスト教会の間では、有力な見識として、未だに継続されている。その見識は、主に今日のランドマーク派と同一のものだが、最も彼らは、そう独善的ではない。 この概念は、ローマ・カトリック、東方正教会、そして正教会の死と継承説、さらにモルモン教の復古主義者の考え方に対立する立場、またさらにストーン、キャンベルの復帰運動など、それらの対比の中で見出すことができる。版画、ディッパーズ・ディプとアナワップテストの心霊に関する英国、テムズ川南岸のサザーク地方での当時の論争を描いたもの。 バプテストの継承性は、早くも1652年には、ジョン・スピットル・ハウスと名乗る、英国バプテスト教徒によって、首都時代から今現在に至る、イエス・キリストの初代教会、今、悪評高きアナバプテスト化、に関する信仰継承の継続性の立証、という長いタイトルの著書の中で提唱されていた。バプテスト継承論に立つ、歴史家は、アナバプテストの古い時代に至るものとして、 ローマカトリックとプロテスタントの歴史家と弁護者の生命書の大部分を信頼した。ある一つの生命書は、ウィリアム・ウィリアムズによって、彼のバプテスト氏の講演会の中で霊称された。オランダ改革派の進学者、アナエオス・ユパイジとイザーク・ヨハンネス・デルモートの著作、彼らの研究資料から、オランダにおける改革派協会の歴史、ブレダ、1819? の中で、 このように述べている我々はすでにバプテストに関する次の事実を見てきた。かつての時代はアナバプテストという名であったこと、そして近年におけるメノナイト派はもともとはワルド派であったこと。やがてここまであとの時代になって人類は教会の歴史の中で良き報酬の名声を得てきた。その結果としてバプテストはすべての時代を通して 今まで純粋な福音的信仰を守ってきたクリスチャンの共同体としておそらくは首都時代から継続された最古で唯一のキリスト教教派であろう。この連合体はローマ法王教の連中から論戦されてもこの真理の証人としてバプテスト共同体社会に奉仕し内側からも外部の圧力にも決して道をそれることはなかった。 16世紀に引き起こされた宗教改革は必要であり、なくてはならないものだった。そしてローマカトリックの人を惑わす空論の論爆のために同時に彼らバプテストもまた奉仕した。彼らの共同体は、かのごとく最古の教会共同体社会だからである。ザトレール・オブ・ザ・ブラッド、バイ・ jm キャロル・バプテストの継承者らによって理解されてきた血まみれの道のチャート図。 ジョン・ティ・クリスチャンのバプテストの歴史は、均衡の取れた形状論者の立場から一般的なバプテスト史を著作している。J.M. キャロルの血まみれの道は、はじめは1931年に出版され、これまでも出版され続けられているポピュラーな小冊子である。それは、キャロルを通して語られたバプテストの永続性と、迫害という主題の講演会に基づいている。 この他の当時の迫害の様子を唱えていたバプテストの著者は、トーマス・クロスビー、G.H.O. チャード、J.M. クランプ、ウィリアム・キャスカート、アダム・テイラー、そして d b レイである。マーサー大学の同盟の人であるジェシー・マーサーは、1811年にジョージア・バプテスト連合会に宛てた会場に書き送った。その中で彼は、 バプテストの継承性に基づく立場から異質な心霊によるバプテストの拒絶を弁護した。彼はこう書いた一言言わせてもらうならば、カトリックの主張する使徒継承は歴史的に確証できません。それなら使徒継承を省いて信心するのは妥当なことです。使徒継承が失われることは、それが役に立たないという証明ではないし、 死と継承を除いたどれかが正しいことの証明にはならないのです。彼ら自らの歴史観による幼児宣令は彼ら自らにおいて歴史的に根拠のないことを認めています。しかるに、我らは幼児宣令を執行しないし、逆説がはっきり示されるまで彼らに主張する権利を与えることを我らのうちでは、福音による 生体配慮を執行するための十分に的確な条件として、娼婦の母に期限があることを論拠として考慮すべきです。彼らは、我らの信仰がむしろキリストに期限があるので、我らを非難することなくいかにも、寛大でしょう。また、かの境界法発布を弁護するのは、いかにも、愚かしいでしょう。得意な教えを容認するのは、もう十分です。 我らは、教会法の講師が一体何なのか示唆するために、彼らから去ります。さらに、なぜ教会法が存在するのかですが、儀式の執行は、福音の中に模範となるものがないので、もうそれで十分だと思ってください。彼らは、咎めなく神のお心に従って信心し、我らを黙認するでしょう。バプテストの永続性は、名高い英国のバプテスト説教者、 チャールズ・スポルジョーンによって模擁護された。彼の言葉によると、バプテストはキリスト教の原型であることを我らは信じる。我らは宗教改革によって存在するようになり、開始されたのではなかった。我らは決してローマの教会から枝分かれしてきたのではなく、かつてそこにいたというわけではない。我らはルターやカルバンが生まれる以前からの宗教改革者であった。しかるに、 我らは使徒たち自らより継承した途切れることのない連鎖を保持している。我らは常にキリストの頃から現存していた。そして我らの信仰の原理は、ほんの少しの季節だけ地表の下を流れているような川のごとく、時々隠され、また忘れ去られた。だが我らはいつでも誠実さと聖なる信徒たちを有していた。19世紀の末期頃より、 バプテストの歴史編集に関する数制は、継承論者の観点から離れて、現代バプテスト教会の成り行きの結果として17世紀の英国分離主義による観点に移っていた。このバプテストの歴史編集の転換は、1898年にアメリカ南部バプテスト教会人学校からウィリアム・ホワイト・シットが、この新しい観点の提唱のために圧力により、 辞任する誘引となり、南部バプテスト教会の中にあって論争を巻き起こさせた。それにもかかわらず、彼の提唱した新しい観点は、彼が辞任した後も、その神学校で教えられ続けている。以下、日本語の情報、参考、ありがとうございます。